別に室井さんが落ち込むことはないわ。いや、君のことだけじゃないんだ。まだ若い幼馴染とその子供が病気で死ぬかもしれなくてね。変なの、病人がお年寄りなら落ち込まないの？そんなことは。ただとても若い二人が死ぬことはひどいことだと思わないか？死は誰にとってもひどいことなのよ。若くても老いていても善人も悪人も同じ。死は平等なの。特別にひどい死はない。だからこそ死は恐ろしい。日頃の行いとか年齢とか個性とかお金持ちとか美人であるとか、そんなものは生きている間しか意味を持たない。それを全て無にしてしまうから、どんな死もひどいことなのよ。スナコ。